晦日といえば年越しそば。しかしなぜ大晦日に年越しそばを食べるのか、これには深いわけがある。そこで今夜は年越しそばの不思議なぜだす。そして皆さんの大好きなそば、美味しいそばを次々に紹介しながら、そばに関するなぜ、意外に知らないそばの不思議にこだわってみるので、お楽しみに。はい、こんばんは、渡辺でございます。こんばんは、東千鶴です。はい、ということで今日はですね、はい、もうすぐ31日ですけどもね、はい、まあいろいろそばの話をしていこうということでございますけども、はい、ね、そばにふさわしいかどうか分かりませんけども、今日のゲストをお呼びしましょう。この2人です。はい、佐野涼子ちゃんと船越英一郎さんです。どうぞ。どうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、お蕎麦の話。お蕎麦お好きですか？大好きです。大好き、はい、大好きですって来ましたからね。りこちゃんは大大好きです。大大好き。良かったですね。で、まあ、蕎麦好きのお二人なんですけども、大晦日に年越し蕎麦食べますよね。なぜ年越し蕎麦食べるか分かりますか？あれ、縁起担ぎですよね。縁起担ぎ、どういう長いものを食って、食べて、長生きをしようと。ああ、そういうところからね。りょうこちゃん、私もやっぱり細くて長いから、うん、細く長く生きて、そういうなんかそういう人生でありますようにっていうような、まあ割とね、うん、誰でもそう考えますけどね。また別のですね、なんか意味合いがあるそうなんだよね、はい、その辺からまず見てみましょう。それでは参りましょう。大晦日、年越しそば、不思議なぜです。もういくつ寝るとお正月。正月前の大晦日、なぜか日本人は某局の歌合戦を見ながら、あるいは見終わった後そばを食べる。なぜ大晦日に年越しそばを食べるのか、いろんな説があるが、まずはそばのように細く長く寿命や身代が伸びますようにと願ってそばを食べるという形状説。またこんな説もある。室町時代の長者が大晦日無病息災を祝って世の中にめでたいものはそばの種、花咲き実り、帝収まると歌いそば柿を食べた。古来より三角形は邪気を払うと言われてるが、実はそばの実が三角形で帝に通じるというわけ。さらに年越しそばを食べるのはこんな縁起を担いだという説がある。加賀百万石の城下町金沢、ここには様々な歴史がある。金沢といえば佐渡の金山を背景にして、昔から金細工や銀細工の職人さんがいましたが、今も金箔を作っている職人さんがいます。慎重な手作業で1万分の1ミリの厚さの金箔を作り出す。まばゆいばかりの金箔、とにかく貴重で高価な金。たとえわずかな金粉金箔といえどもおろそかにできない。そこで散らかってしまった金粉や金箔を拾い集めるためにそばを使ったんですって。現代ではこういうことはやっていませんけれども、当時の金器は非常に高いものであり、その金自体を粗末にせんために、こうして仕事を作業しているうちに自然とこうしてくずが飛んでいくと、そういうくずをそば粉を持ってきて、こうしてくずをひっつけて減らうと。それで最終的にはこれをそばにして、そして年越しそばをいただくと、そういう風習があったわけなんですね。金を集めるという縁起から年越しそばにつながっていったというわけ。さて、そんな時代背景のある金沢ですが、金沢ならではの年越しそばがあるのをご存知かな？なんとそばの上に金粉をかける。ざるそばに海苔をかけるのとは訳が違う。金粉に加賀独特のゴリの甘露煮が入り、その名も加賀年越しそば最下。お値段も1500円。贅沢。そのくらいで驚いちゃいけない。そばを金箔で包んじゃおうというんだから恐れいる。そば職人というよりも金箔職人みたい。これを作るにはかなり試行錯誤をしたそうだが、今や立派な金箔そばができるようになった。ただしこのそばは予約がないと作らない。
茹でても金箔は剥がれない。名付けて加賀年越しそば加賀御膳、値段も1800円。金沢ならではの年越しそばですが、まあ我々は普通の年越しそばで細く長く幸せが続くように願いましょうかね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ということでございましてね、はい、まあ、あの年越しそば食べるのは、あの、まあ、縁起担ぐのもあるんですけどもね、はい、ああいうふうにそば柄が3つ角があって、うん、帝に通じるっていう意味と、ああいうふうに昔こうやって金を種を集めるっていうこと、そういう縁起からねやったっていうことでね。でまあいろいろ、まあ、そば種類ありますけども、はい、森そばとかけそばとかありますよね。森とざる、この違い。森がそば、あの海苔がないやつで、ざる、がのりがこうパラパラってかかって、なるほどね。まあ普通一般的にはね、そんな風に考えますけどもね、前もって聞いてるから知ってるだけなんですから。それ言わなきゃ、言わなきゃ頭のいい人になるんだから私が、ね、あれはどこだか賢いじゃないか。じゃあね、キツネとタヌキ。キツネは油揚げでしたっけ、あれがね、タヌキは天かすですよ。天かす、キツネはいわゆるあれですよね、あの、お稲荷さんのやつですね。あれが好きだから、あのキツネが好きだから、キツネがあれが入ってるっていう。タヌキはあの天かすで、中身がないものが入ってて騙されたっていう、じゃないですかね。タヌキの方がキツネよりちょっと油っぽいからかな。なんかそうなんですよ。食べたことないんですけど、静岡の方でタヌキ汁とか食べるの？なんかないんですけど、なんとなくキツネよりもタヌキの方がちょっと油っぽいかなっていう感じが。肉が、そうだね、鴨南蛮ってあるでしょ、はいはい、これは、まあ、鴨は鴨でしょうけどね、南蛮。南蛮っていうのは、南蛮トライの南蛮っていう字ですよね、うん、うどんとかそばが南蛮から来たってことですか？違うでしょうね。ネギが入ってますよね。入ってる、入ってる、ね、長いネギが、うん、あれはカモがネギを背負ってきたっていうぐらい。ネギはカモには付き物だよね。さあ、そんなところですね、まずはお蕎麦のですね基礎編でございますね、はい、それから見てみましょう、はい、不思議なぜです。蕎麦といえば代表的なのは森とザル。しかし森とザルはどこが違うの？教えて。基本的にはおつゆが違います。おつゆを作る時の返しという醤油なんですが、それが、みりんが多少あの森のおつゆから比べて、多めになって甘めに作るところがザルですね。器の大きさも違い、ザルは少し大きめ。さて、キツネの好きな油揚げが乗ってるのがキツネそばというのは知ってますよね。ではタヌキそばはなぜタヌキそばというんですか？見るからにこってりしてタヌキのようだっていうんでタヌキになったようです。中身の種がない天かすである、衣だけであるということから、種抜きからもじりましてタヌキというような説が今あります。それじゃあおかめ様はなぜおかめっていうの？あのおかめの顔を模して具を配したものというお蕎麦で、おかめそばという名前がつきました。おかめそばの元祖と言われているのが下屋の大タウンですが、それを再現してみよう。まずおでこに卵、タケノコで串を表現、花に見立てた松茸薄切り、海苔で黒髪、かまぼこで目と頬、青物で口、京都の湯葉でかんざし、まあこれが正統的なおかめそば。なぜ鴨南蛮というのかご存知かな？鴨は合鴨の鴨ですよね。では南蛮とは何か、江戸時代の書物を紐解いて調べてみた。鴨南蛮を考え出したのは馬喰町の笹屋。そして南蛮とは実はネギのことなんですね。どうやらあの白い長ネギは外国から伝わってきたらしい。つまり南蛮トライのネギを使っているので鴨南蛮というわけ。そして正統的な鴨南蛮は鴨の油で南蛮トライのネギを炒めるんだそうです。本格的な鴨南蛮、一度食べてみたいもんですね。
てこちらは自分の畑で蕎麦を作り、しかも石臼で蕎麦を引き、手打ちの蕎麦を作るので人気のある星野のご主人。蕎麦柄枕も自慢の一つ。このようにうちは自家製粉やってるもんですから、蕎麦柄出るもんですからね、私は毎日これで寝てるんですけども、非常に安眠できますね。昔から蕎麦柄枕は安眠できると言われてるけど、なぜ？昔からの言葉で頭寒足熱という言葉があると思いますけども、これ蕎麦柄が三角形状しています。ですから中に空気も非常に含んでいるということでですね、まあ、頭 その温度が上がらず蒸れないということが、これ枕にとっては非常に大切な機能でございますけど、その辺が蕎麦柄は非常に優れていると。まあね、ああいうかも、ね、長ネギがね、はい、あれが南蛮トライのものとはね、思いもかけませんでした、これが、まあ、はい、蕎麦柄枕。あーっていうことになってでも普通はみんなこれでお休みになってますよね。え、寝たことあります？え、私多分蕎麦柄。蕎麦柄、はい、うちで、はい、自分家で今寝てるのが、今のは半だから後ろが あるある半分のあれでね、半分なんかで前が、うん、綿で、うん、柔らかいやつになってるっていうのかな。蕎麦柄の寝床あります？僕もずっと蕎麦柄で寝てました。あ、そうなんですか、子供の頃。お蕎麦屋さんのほら、結構量が違うでしょ。はいはいはい、蕎麦の蕎麦屋によってね、いわゆるセイロなんていうところもあるけどさ、はいはいはい、ね、もう少ない、もうできた時からすでにほら下のあれが見えてるの、20本ぐらいしか空いてないみたいな。そんなことないけどな。でも本当少しってなりますよね、すぐ終わっちゃうの。ショックですよね。でほらなんか普通のところで大衆食堂みたいなの行くと結構こんなベッて持ってあるでしょ、持っててまあね、ちょっと箸つけると全部ベッて上がってきますよねあれもまた考えもんだけどね。でもいろんな色の三色っていうのもありますよね。黄色、緑、ね、茶そばと、うん、なんでこういう風にね、値段も違うでしょ、でなんでその量も違って値段も違うのに、そこに何か理由があるのかっていうのをですね、これを科学的に攻めてみたんですよ。はい、そうするとですね、まあどういう結果出るか分かりませんけどもね、見てみたいと思います。そしたら参りましょう。不思議だぜだす一口にそばといっても店によって量は違う。ちなみに都内の平均は 180g。まずは名人芸をご覧に入れよう。この店の店長は手の感触と長年の経験と勘で常に一定の量をザルの上に持っているという。試しに測ってみると1人前はおよそ 180g。 目分量で何気なくやってるようだが、そこはプロ。測りにかけてみるとちゃんと 180g。 何度やっても 180g になるというから恐れいる。つまりこの店の1人前は必ず 180g というわけですね。次に麻布十番の老舗、そば通もひいきにしてる店ですが、この店の1人前を測ってみると 150g。 ちなみに上野の立ち食いそばや案の定量は多くて 200g。 安い。銀座のマルカ、こちらは大サービスでなんと 250g。そしてうまいと評判の明月庵田中屋、たったの 100g。 なぜ同じ一人前で公務量と値段が違うのか、そして味も違う。そこで味の謎に迫ってみた。そばの味を大きく左右する漬け汁、この漬け汁は醤油、砂糖、みりんを合わせて作る。その店独自の返しに、その店独自のこのだし汁を合わせることによって出来上がる。亀節とソーダ。そこで返し、だし汁、漬け汁の3つの濃度を測ることによって、その店の味を形に表せないかと考えた人がいる。松信さんは都内のいろんな店を調べ、その平均値から味のバランスを表すためのグラフを作った。つまり返し、だし汁、漬け汁の濃度を結ぶことによって、その店の味のバランスを三角形の形で表してみようというわけである。ちなみにおなじみの長寿庵の味のバランスを調べてみると、ほぼ正三角形になった。こちらはお客様にあまり評判の良くないお店のだしと返しとおつゆです。松信さんの今までのデータによると、
味が良いとされている店は正三角形に近くなり、味の良くない店はバランスの悪い三角形になるという。そこで一人前がたったの 100g の明月庵田中屋さんを測定してみた。その結果はバランスの取れた三角形になった。味をグラフで表すこんな方法もあったんですね。いつもね、お正月ちょっと前かな、あのお蕎麦自分たちで作るんですよ。え、お家で？ええ。あ、こちらです。あの、うん、何蕎麦粉を、蕎麦粉をちゃんと畑で作って、うん、お蕎麦を作って。え、自分で蕎麦粉、蕎麦を作るの？作ってんの？うん、畑で作って。やるの？畑で作った。ええ、畑で。で、母がこうやって行ってちゃんと包丁で切って。どちらどちら？静岡なんですけど。だから、あの普通のお蕎麦屋さんのね、お蕎麦よりもっとすごい太くって、うん、黒いプツプツがいっぱいあって、すぐブチって切れちゃうんですよ。でも、あ、こうやってこういう時にもうブツブツって切れちゃって、こんな蕎麦が見えなくて、マカロニみたいになっちゃう。つなぎが入ってないんだ。細く長くっていうのはちょっと無理かなっていう。太く短く。でもね、あの食べ方はお醤油味、やっぱりああいう出汁で、お醤油味で人参と鶏肉で食べるんですね。でも、え、人参を入れて、人参をあの千切りにして、うん、それとあとあの鶏肉、うん、それで食べるんですけど、超美味しいんです。全然あの見たことないんですけど、お蕎麦屋さんでは見たことないね。人参入れるってことはあんまり見たことないですね。でもすごく美味しいんです。やってみてくださいよ。で、まあですね、いろいろ、まあ、蕎麦やってきましたけども、天ぷら蕎麦ってありますよね。はいはい、天ぷら蕎麦お好きでしょ。はい、大好き、ね。天ぷら蕎麦、これね、どういう食べ方が正しい食べ方が正しいとか正しくないとかあるんですか？あるんですよ、これが。あ、そうですか。正しい、正当的な、やっぱり、ね、はい、これこだわってみて。俺ちょっと自信あります。これは最初に大根おろしを入れて、大根おろし、でわさびをちょっとこうつゆの中に入れました。ちょっと待ってくださいよ、はい、あの天ぷらそばの時って、大根おろしついてくるっけ？ついてきますよ。ところもある。ついてこないとか持ってって入れなきゃ。これやっぱり大根おろしがなきゃダメさ、あれは。ダメさ、あれは。あ、大根おろし、じゃああると、大根おろし入れて、で、わさびをこうちょっと入れて、大根おろしも入れて、わさびも入れるんですね。入れるんです、うんうん、はい、うん、それで、最初にあのそれは天つゆじゃないですね。天つゆじゃないですよ。天つゆじゃないと、お蕎麦食べるつゆですね。蕎麦つゆ、はい、うん、で、最初に天ぷらをこう中に入れてですね、かき回すんです、うんうん、かき回すんですか？こう、ペッペッペッとこうつゆに浸すんですよ。何を？天ぷらを。天ぷらを。エビ？エビでもなって、大体エビですよ。あ、天ざるつかね、アナゴかなんか入ってきてるから、かぼちゃとかね、あんまりないですよ。ナスが入ってきてる、あんまりないよ。で、最初にこう浸しといて、一口食べて、で、天ぷらはちょっと汚いですけど、うん、よそへはけるんです。一回浸しときの、ちょっとここに一口食べて、ちょっと置くんです。置き、うん、で、次からそのあの蕎麦つゆの中にですね、うん、天ぷらのこうなんていうか、油がこうね、ちょっとペーッと浮いてる、ちょっとこう、うん、でちょっとしつこめの、うん、それを大根おろしでそのしつこいのをちょっと抑えそこへ蕎麦をファッと入れてチャッと食うと、これですよ。天ぷらはいつ食べるんですか？天ぷらが初めにつけてちょっと食べて、ちょっと口の中をね、油っこくしといて、さっぱりした蕎麦を食べて、置いといて、で今度さっぱりしすぎたらまた天ぷらを食べると、これは交互に繰り返す。天ざるの正しい食べ方、これをですね、一つこだわってみてみたんでね、はい、作ってみましょう。行ってみましょう。不思議なんだ。おいしい天ざる、しかし天ぷらが先かそばが先か、それが問題だ。正しい天ざるの食べ方ってあるのかな？あったら教えてね、教えて。天ざると天が上についてるんだから、まずは天ぷらを先に食べる。天ぷらは熱いうちにというわけでしょうかね。いやいや、蕎麦屋さんなんだから蕎麦を先に食べる、まあそれも一理である。いや、しかしあくまでも天ぷらが先、人によってまちまちですよね。そうかと思うと、蕎麦を全部食べ終わってからやおら天ぷらを食べるなんて人もいる。その逆パターンもありますがね。そこでいろんな人に聞いてみました。いや、別にそういう分けはあんまりないと思うんですけどね。その方がなんか自分にね、合ってるような気がして。飲む
ことがどうしてもいつも先になりますのでね、おかずにしていただいたり、そんな風なもんですからね。ですからそれ天ぷらいただいてからお蕎麦をいただくということになってしまってます。こちらのおじいさんは天ざる大好き、そして蕎麦から食べる、蕎麦を全部食べてから天ぷらを。なぜ？もう蕎麦を先に食べて、その蕎麦の香りと、それからその蕎麦の味とね、それをまず味わって、これを後で食べると。それで、まあ、私の方では、田舎ではそういうふうにやるんですよ。さて、こちらの人は天ぷらとそばを交互に食べてる。まあこういう人も結構いますよね。そうかと思うと、そばと天ぷらを一緒に食べるなんて人もいる。両方の味をいっぺんに楽しむ、これも一つの手かな。アンケートの結果はご覧の通り。ほんと天ざるって人によってまちまち。じゃあおそば屋さんはどう思ってるのかな。正しい食べ方っていうのはその人がうまく食べられればいいと思うんですが、ただ出す側としては最初そばを食べてもらって、その後天ぷらに行ってもらいたいですね。やっぱりそばの味を確かめてもらわないと、なんかこうやる方としては寂しいもんですからね。天ざるも結構だが、ちょっと目先の変わったそばはいかがかな。ちょいと贅沢に凄盛りそば、おそばの皿うどんといったところ。泡雪そば、温めたそばに卵を割り入れてかき回し、盛り汁をかけると泡が立つ、まさに泡雪のごとし。こちらは松月庵だが、ここにもちょいと変わったそばが。なんと刺身そば、ざるそばにマグロの赤身とトロの刺身、厚焼き卵、海藻を添えてある、まるでお寿司のようなそば。そしてこちらは柿雑炊ならぬ柿入りの雑炊そば。あったまりそう。食べ方はご自由に。さあということで、番組今日はお蕎麦の謎をですね、いろいろやってまいりましたけれども、はい、この番組ではいろいろな小さな不思議を募集しております。はい、宛先はこちらです。不思議ナズダスの係です。採用させていただいた方にはこちらのクレイジーバードを差し上げます。どんどんお寄せください。はい、はい、ということで、まあ、今日はお蕎麦の特集なんで、一つお蕎麦を食べながらですね、これは金沢のこの金箔、珍しいですね、金箔が入ってる。金箔でもあんまり味しないよね、きっとね。体の中に入れたらどうなっちゃうの。え、金はね、いいんだって。あ、体ですか、うん、って言ってたよ。酒なんかにはね、ありますよね。お茶、お茶とかね。んすいません。ということで、間もなく大晦日ですんでね、皆さんも年越しそば食べてみていかがでしょうか。食べてみたらいかがでしょうか。食べますよ、皆さん。必ず食べるってもんでもないだろう。必ず食べる。年越しそば食うときに願い事をお祈りするっていうの習慣ありますね。流れ星みたい。いや、うちはね、そうなんですよ。で、年越しそばを食い終わるまでは一言も喋っちゃいない。本当っすよ。本当に、ええ、そこで一言でも喋っちゃうと願いが叶わない。いただきますって言ったら、カモンになってか、いただきますって言ったらもう、ええ、途中でなんか普通が起こっても何が起こっても、そうです、ダメですよ。自信が持ってそんな、自分が喋んなければ自分の願いが叶うんだよ。全員が喋んなければ自分です。自分だけ、ええ、だから先に食って笑わしたい。あ、なるほどね。早くじゃなくて、ベロベロ。そういう楽しみ方もあるんですよ。なるほどね。はい、今週の不思議なさこれもでございます。また来週、さよなら。良いお年を。僕のゲームができました。僕のエキサイトダービーゲーム。お茶の間がダービー会場になる。僕のゲームができました。武豊のエキサイトダービーゲーム。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。